福岡県内は今日も各地で猛暑日となりました。長引く暑さで柿や梨といった秋の味覚に影響が出ています。こちらのお店、長い列ができていますね。アイスのお店です。皆さん暑さをしのいで日陰でアイスを食べています。今日も猛烈な暑さとなった福岡県太宰府市、最高気温は 38.3 度と34日連続で猛暑日となり、猛暑日の日本最長記録を今日も更新しました。30何日ぐらい猛暑日みたいな言ってましたもんね。大変だ。その中のこのアイスいかがですか？めちゃくちゃ美味しい。出かけるのが室内ばっか選んでしまうので、どうしてもちょっとはと思って出てみたんですけど、やっぱり暑い。ジュースなってるわ。県内では福岡市博多区で観測史上最も高い 38.2 度を記録したほか、福岡市中央区でも 37.8 度と今年の最高気温を更新しました。連日の猛暑は農作物にも影響を与えていました。巨峰が最盛期を迎えている浮橋市の観光農園では、甘みはもう十分あります。みずみずしいですし、はい、美味しいです。暑さの影響で色づきが例年より進んでいませんが、味に問題はないそうです。ここは富有柿の柿園なんですけれども、まあ、今年のやっぱ猛暑の影響でこうやって葉っぱがですね、焼けて。一方、柿は秋に向けて実が大きくなる時期ですが、直接日光が当たった葉や実が焼けて色が変わっていました。農園を始めて35年ですが、ここまで焼けたのは初めてだといいます。ちょっとやっぱり異常ですね。毎日やからですね、35度以上というのが毎日なんで、なんかどうなるかなとか思いながらもですね、やっぱり適度に雨も欲しいですし、まずはこう30度ぐらいで落ち着いてほしいですね。ただ焼けているのは一部で、食べ頃を迎える11月中旬に美味しい柿ができることを期待していました。11月中旬まで期間がありますので、まあ、今年はたくさんついていたんでですね、いくつか落とすぐらいは逆に他のが大きくなって美味しくなるんじゃなかろうかと思っておりますけれども。数日前から出荷が始まった朝倉市の梨園では、暑さの影響で実の一部の色が変わっていました。加えて心配しているのが高温による水浸状果肉という障害です。ちょっと色が変わってますね。白っぽいところが正常で、まあ、黒っぽく写ってるところが異常のところですね。暑さが原因で梨の食感と味が落ちてしまい、市場には出せなくなります。通常はあんまりならないんで、今年みたいに高温が続いてなったんじゃないでしょうかね。食べていただいたら分かるんですけど、ここ美味しくないです。1000個出荷したうち10個から20個は売り物になりません。ただ農園全体としては実は大きく育っていて、出来はいいということです。味は美味しいと思いますよ、うん、そういう意味じゃもう様がどんどん出てるんですね。いいんだけど、まあ副作用ですねこれ。まだまだ和らぐ気配のない猛烈な暑さ、農家にとって悩みの尽きない夏はまだ続きそうです。はい、気象庁のこの先3ヶ月の予報によりますと、9月10月は平年より高く、はい、11月にほぼ平年並みとなる見込みです。はい、9月は引き続き35度以上の猛暑日となる日があるとみられ、農作物への影響も懸念されます。